どうも、ケンコチです。今日も自宅でできる簡単のメニューを紹介したいと思います。イエイ。今日も、手と足を動かしていきます。で、今日のはめちゃくちゃ複雑になるんで、できたらすごいと思います。できたらぜひコメントしてほしいです。今回も1回目は、画面見ながらコーチの動きを見て一緒にやってもらって、2回目は画面見ずにコーチの声リズムだけを聞いてやってみてください。それでは、スタート。はい、じゃあ、手肩の上に置いてもらって、前回はスキップやったんですけど、今回はグーパーグーパーで、手は同じ上上横横前前下下でいきます。今回も3周ゆっくりいきます。はい、じゃあ手肩の上に置いてもらって、足グーパーグーパー、じゃあいきます。せーの、上上横横前前下下、上上横横前前下下、上上横横前前下下、こんな感じです。じゃあ次は画面見ずに、やってみてください。で、だんだんスピード上げていくんで、いきます。はい、じゃあ手を肩の上に置いて、足をグーパーグーパー、いきます。せーの、上上横横前前下下、上上横横前前下下、上上横横前前下下。はい、じゃあ次レベル2、もうちょい早くやっていきます。はい、じゃあ手を肩の上に置いてグーパーグーパー、いきます。せーの、上上横横前前下下、上上横横前前下下、上上横横前前下下。じゃあ次最後レベル3いきます。はい、じゃあ手を肩の上に置いてグーパーグーパー、いきます。せーの、上上横横前前下下、上上横横前前下下、上上横横前前下下。できとったかな。こんな感じです。結構難しいと思うんですけど、できたらすごいです。なんでぜひできたらコメントお願いします。で、また次回も、紹介するので、ぜひチャンネル登録、いいねお願いします。それではバイバーイ。どうも、ケンコチです。今日も自宅でできる簡単のメニューを紹介したいと思います。イエイ。うわ、髪ボサボサ。今回も前回と同じように手と足を動かしていきます。で、上じゃない、手と足、ちょっと待って。はい、じゃあ、前回と同じように立ってもらって、手を肩の上に置いてください。で、前回はスキップやったんですけど、次は足をグーパーグーパーしていきます。で、手の動きは一緒です。上上横横前前下下、これを同時にしていきます。で、今回も3周一緒にやっていきたいと思います。はい、じゃあ手を肩の上に置いて、足をグーパーグーパーです。足グーパーグーパー。はい、じゃあ返していきます。せーの、上上横横前前下下、上上横横前前下下、上上横横前前下下。上上横横前前下下